生隅元無場、生隅元無場4月26日から1993年12月13日は、日本の官僚、政治家。1900年4月26日、三重県被災市に生まれる。1919年、三重一中から第8高等学校文科校類、入学。同級に、憲法学者、穂積八日の息子の穂積修二郎がいた。百二十一年、 東京帝国大学英法科入学。穂住八方区に2年間下宿する。1924年、高等文館試験に通る。大学の成績は英法科主席。卒業後、第一希望の内務省入省。事例は、内務省属、六級宝月75円を休す。警保局属。直属の上官は、新聞検閲主任事務官であった、唐沢俊樹。 初めて検閲した本は、荒畑乾村、赤路業。9月17日発売反復禁止処分。1925年、高等官任官。栃木県社会課長県会計課長となる。1926年、岡山県社会課長県官房主事となる。1927年5月8日、森並子と結婚。1927年、 長崎県学部課長県官房主事となる。1928年、内務省警保局図書課長査係主任事務官となる。1934年、中国大陸視察旅行。1935年、出版警察法外論を、消化道書店により上司、欧米視察旅行。1936年、2.26事件勃発。 警保局の幹部の大半は、第二次大本教弾圧のために、京都におり、臨時に検閲主任を経験。1936年、茨城県警察部長となる。1937年、静岡県警察部長となる。1938年、内務省土木局公安課課長となる。同年冬、または、翌年、内務省警保局図書課,課課長となる。 1939年、秋、内務省地方局監査課課長となる。同年冬、または翌年、第2回中国大陸視察旅行。1940年、厚生省大臣官房会計課長となる。1941年、佐賀県知事となる。1942年、文部省社会教育局局長となる。同科学局初代局長となる。 1943年、東京都教育局長となり、学童疎開を提唱、実現する。1944年、宮城県知事となる。1945年、千葉県知事となる。敗戦後、辞任、公職追放となる。若元製薬顧問となる。1953年、厚生省の外閣団体社会福祉法人日本。 死体不自由児協会専務理事となる。翌年3月、会長となる。1954年1月、私立学校教職員協済組合上無理事となる。1955年、特殊法人日本学校給食会所代理事長となる。1963年、財団法人学徒援護会理事長となる。1965年、 同会所有の東京学生会館移転に対する反対運動を警視庁機動隊と連携して抑え込み移転に成功する。これにより全国の学生会館の連合組織である会館連は拠点を失った。1970年再び学生会館問題でもめ、パトカー、私服刑事30名を動員する。この件で5月25日に第48回。 国会文教委員会に参考人招致される、理事を自主評議員となる、11月3日、君に当局日、重光明受賞、1987年5月、自伝、思い出の木を上司、1993年12月13日、没、去年93、ありがとうございます。